おはようございます、一ノ瀬はじめです。母ちゃんが死にそうです。おはようございます。はい、今日はね、こう分かるかな、朝からいつものお茶じゃなくて、今日お茶切れでコーラです。お茶切れでコーラなんだけど、シュワシュワしてないよこれ。どうしたのかな、炭酸抜けてるね。お母さん、美濃さんが好きだから。父ちゃんはしっかり炭酸効いた方が好き。合わないね。ごめんなさい。まあ、しょうがないか。Google、今日の天気は機嫌斜め。Google、今日の天気は今日の名古屋は予想最高気温16度、最低気温5度で、晴れ時々曇りでしょう。現在気温6度、晴れです。その割にはなんか体感寒いね。寒いね、なんだ。寒いね、止まらない。とりあえず2人ともで。寒さじゃなくて花粉か。うん、そうだよ、やつが来たよ。そうか。はい、今日も朝からかんちゃんの味噌汁飲めますよ。お茶がないけどね。ねえ、ごめんね。強く身に持ってる。なんか今日は豆腐が主張強いね。強いでしょ、下にね、卵があるじゃん。あ、豆腐が主張して、うん、卵は隠れてんだ。そう、じゃあ卵は下から押し上げとるってね。あ、そういうことね。そう、奥さん的な立場かな。いただきます。どうぞ。はい、今日のメインはこれ何？生漬け。チキン南蛮をお惣菜のところで見つけた。今日はこれってでもさ、今これハート書いてくれてるのマヨネーズだよね。うん、そうだよ。タルタルソースじゃねえのこれ。あ、間違えた。つぶつぶしてなかったことによりお父さんに怒られた。でもハートは嬉しいよ。そうでしょ、ほら、じゃあ全部カバーできるね。はい、もうね、お昼回ってね、今日はいろいろね、お昼もね、お客さんと部下と一緒にご飯食べてたので、なかなか一緒にね撮影するっていう状況ではなかったので、お昼ご飯はなしです。でね、今日めちゃくちゃ暖かくて、すでにね外気温20度、もう春ですね。エアコンもねオフにして、もう窓を閉めてるとねめちゃくちゃ暑いの。今ねちょっと撮影してるんで、風が入るとね、かなり汗ばんでくるので、もう今、窓閉めてるんですけど、すごい暑い。20度ってやっぱり暑いね。車内の温度、何度なんだろうな。ちょっと今ね、橋の上に来たらね、18度まで下がりましたけど、そしてね、ちょっと今日、出るときに、ND フィルター持ってくるのを忘れたんで、 GoPro の色味がねちょっといつもとは違う感じですが、まあ暑いね。はい、今ね急にバッテリー切れちゃいましたね。ちょっと GoPro しばらくねほったらかしだったので充電してなくてね、走ってたら急に撮影開始してすぐ切れちゃいましたね。ちょっとびっくり。なかなか最近 GoPro もね持ち歩くことが減っちゃいましたね。どうしてもねオズモポケットが楽なので、オズモポケットでね撮ることが増えちゃって、でね、モフモフもね本当にオズモポケットにつけちゃうとね、かなり音のね、あの風切り音とかね、あの辺も軽減されますし、音質自体もね、オズモポケット十分取れるので、全く悪くないんで、GoPro の出番がね、正直この車載の動画ぐらいしかないんですよね。ちょっと、いい加減暑いので今、さすがに運転席と助手席の窓を開けると、風がかなり入ってくるので、セカンドシートのね窓を開けてみました。ちなみに今止まってるんであれですけどね、ほらこれ見えるかな、18度。あ、動き出した。こんな感じでねすごい暑いんですよ。車内どうだろうな。
あ、なんか工事始まってる。久しぶりにここ通ったんだけど。いやー、一気に春。そろそろ桜も咲き始めんじゃないの、こんだけ暖かいとね。ちなみに今はね、名古屋港の方のね、お客さんの方に向かって走ってるんですけど、名古屋港もね、もう長いこと行ってないな。会社までは行くけど、港の中にね、入るっていうことがね、ほとんどなかったので、相当行ってないね。あの、ご飯もね、なかなか行く機会がなくて、あっち行くとね、ちょうど昼にかかる時間帯にお客さんのとこに行ければ、入れるんですけど、この辺のラーメン屋さんとかもね、最近ほとんど来てなくて、家で母ちゃんのご飯がね、美味しいんで、食べることが増えてて、入れて、お、入れてくれる。ありがとう。ちょっとこの23号線は、セカンドシートの窓でも、うるさいな。暑いけど我慢してちょっと閉めるか。で、昨日ね、髪の毛切ったんで、かなり頭の方はね、すっきりしてますね。結構やっぱりでも、アルファードもロードノイズ多いね。もうちょっと静かだと、走りやすいんだけど、走って撮りやすいんだけどね。でもまあいつも見てるとそんなに悪くはないので、音質もそんなに求めてもね、めんどくさくて撮らなくなっちゃうんで、まあこれぐらいがちょうどいいかなと。さあ、反対側相変わらずめちゃめちゃ並んでるな。しかし昨日夜やってましたけど、どこだっけ、ファーウェイの新しいスマホ出てましたね。ファーウェイもあの有機EL の折りたたみのスマホ出してましたけど、どうなんだろうね、あれ折りたたみのやつね。なんかサイズ的にこう開いて使ってるとすごく持ちにくそうな感じがしたんですけど、落としたらね、あの開閉するヒンジのとこから、あの一発で故障しそうな気もするんですけどね。ちょっと今回出だしでね、あの最初にね手を出すのはちょっと怖いものがありますね。ギャラクシーもね、そろそろ買い替えるかどうしようか迷ってるんですけど、 S10、S10 プラスとかね、あの辺出てたんで、普通のプラスサイズの方でもな、あんまり革新的な、でも 5G はちょっとね興味あるんですよね。 5G 今買って日本のキャリアが対応いつするんだろう。そこまでそういや調べてないな。あっつ、23号線降りたんでちょっと窓開けるか。本当にもうエアコン、クーラー入れるぐらいの気温だよね、もうこれ。車に乗ってると本当暑いわ。これやばいな。右折に巻き込まれる。あなたまっすぐ行くんだ。ここはね、右寄っていかないと左側の路中が多いんでね。もうここまっすぐ行くとね、名古屋港ですね。ああ、そろそろお客さんとこつくんで、一人でダラダラ喋るのはここまでにしておきましょうか。それではまた。はい、お仕事終わって今日はね、その後の飲み会に向かうために、また今日もね、錦の方に
錦っていうかね、まあ、ちょっとその前にね人と会うので、打ち合わせがてら栄の駅にやってきました。それではねちょっと行ってきたいと思います。用事終わったのでこれから飲み会に向かいたいと思います。かなり今日風強いな。ちょっとねこっからは時間かかるかな。結構いい雰囲気の明るさっていうのになってきたね。手ぶらどうかな。ちょうどね今こう向かってる方が錦の方角ですね。結構綺麗じゃない。みんなあれだね、こんな感じのものを撮ってんだね。いい感じの動画にねこう流しながらとかそういうのやってみたいんだけどセンスないんだよな。まあ、とりあえず今日はこのまま飲み会に行ってきます。ジップの目の前撮ってライブ配信っていうの、ライブ放送か。ライブ配信は YouTube だね。ライブで放送してたんで撮影禁止になってた。音楽もちょっと引っかかりそうだからね。しかし昼は暑かったけど意外と夜は寒いな。ちょっとねこのまま今このまま行くとね信号の手前に地下潜れるので地下入って錦を目指したいと思います。寒いからね何もスーツだけで来てコートとか持ってこなかったからねちょっと舐めてたな。山に入ってみました。やっぱりね風がない分全然気温が違うな。しかし暗くねこれなんでだ。はい、露出がねマイナス方向になぜか振れてたね。というわけでとりあえず地上に出れる出口を目指したいと思います。はい、外出てきました。ここねいつもの場所ですね。こっからさっき向こうの方から来たんだけどねこっからね途中に曲がって今日は1軒目ねちょっと話もあるので立ち飲み屋からスタートです。それではね撮れたらこのまま、また撮っていきたいと思いますが一旦ここで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。Don't you rub your fingers?